夜の化け物、隅の夜。夜になると僕は化け物になる。か、夜。暗い部屋で一人、寝ていても座っていても立っていてもうずくまっていても、それは深夜に突然やってくる。ある時は指の先から、ある時はへそから、ある時は口から。今日は目から黒い粒が一滴の涙の姿でこぼれ落ちた。一粒一粒止まらない涙のような、それは徐々に勢いを増し、やがて滝のように両目からこぼれる。うぞうぞとうごめく黒い粒は顔を覆い隠し、首から胸、腕、腰、そして指の一本一本にまで流れ、全身を覆っていく。体の表面から黒以外の色を失い、そこからは自分の体がどのように変化しているのか、客観的には見たことがなくわからない。ただ、骨となく肉となく皮膚となく、黒い粒たちと同化し、体の形が変化していく感覚がある。その様子はさぞおぞましいことだろうが、客観的に見たことがないのだから一概には言えない。ひょっとすると真っ黒クロスケのような可愛げがあるかもしれない。ともあれ、しばらくの後、6つの足を持つ獣のように変化した自分の体を、頭部にギョロリと向いた8つの目玉でようやく見ることができる。姿見に映った自分の姿は、細かく動く黒い全身に白目の部分だけが光って、いつの間にか開いた口の奥は底がないように暗い。この姿を初めて見た夜は、あまりの驚きに体表の黒い粒が暴れ出し、部屋中のものをなぎ倒して回ったものだった。けれど、慣れてみればそれはテレビゲームに出てくるモンスターやアニメで見た怪獣のようだと、案外簡単に受け入れることができた。現代に生まれてよかったと思う。変身時、最初の大きさは大型犬くらい。大きくなりたい場合は、自分の意志で黒い粒を動かせば、山ほどにも大きくなれる。しかし今、部屋の中で大きくなる意味はない。外に出かけよう。初めて化け物になった日みたいに窓を割ってしまうのように気をつけながら、僕は軽やかに飛んで、窓のわずかな隙間に体を滑り込ませ、2階にある自室を抜け出した。一度液体のようにバラバラになった僕の体は、流線形になって空気を裂き、数秒後、音もなく土の地面に着地する。うちから300メートルほど離れた場所にある空き地だ。以前は適当に飛んでいたのだけど、一度知らない家の犬小屋を踏みつぶしてしまってからは、この空き地を着地点にすることに決めた。かわいそうな犬には後日、こっそりジャーキーをあげた。不幸中の幸いは、彼がちょうど小屋の外で寝ていたことだ。気持ちのいい夜風と心地いい静けさの中、寝起きな野良猫の見守る横で、僕は体の大きさを3倍ほどに膨らませる。いろいろな大きさを試してみて、ちょうど座りのいいサイズがこれだと判明した。落ち着く寝相みたいなものだ。突然巨大化した真っ黒い化け物に、眠そうだった野良猫も一目散に逃げていく。ごめんよ、安眠の邪魔をして。道路の幅ギリギリの大きさになった化け物の僕は、6つの足を昆虫のように動かしながら、誰もいない道をかっ歩する。普段ならここから何をするのか考えるのだけれど、今日は目的地が一つ決まっていた。途中、猫をいじめている野良犬を追い払ったりしながら歩いていると、十字路に差し掛かった。夕べはここで左に曲がって海へと出たのだった。深夜の海岸は静かで、波の音がこの黒い体の脈動を心地よく受け止めてくれた。
時間はまだある。目的を達成する前に今日も海まで行ってみてもいいかもしれない。夕べのいい思い出に身を委ね、体を左に傾けた途端、悲鳴が聞こえた。僕は身を震わす。見ると、自転車に乗り、颯爽と走ってきていた男が、僕の存在にぶつかる直前で気がついたらしい。彼は大きな叫び声を上げて、その場で派手に転倒する。かわいそうには思うけど、僕には何もできないので、ひとまず、海とは反対方向の道へ早足で逃げることにした。人の気配はすぐに遠ざかる。あのお兄さんも明日には夢か何かと勘違いしてくれることだろう。実際には夢じゃない。僕はここにいるし、窓は割れたし、犬小屋だって壊れたままだ。夜の僕の早足は、早足というにはいささか早すぎて、いつしか知らない場所にたどり着いていた。ここがどこなのか、大体の位置をつかむために、僕は近くにあった公園で、体を家々よりも大きくさせる。電柱も遥かに超えた目線で辺りを見渡すと、本当に随分と遠くまで来てしまったようだった。ずっと向こうに、昨日豊かな時間を過ごした海が見える。夜明けが来るまでには自分の部屋に戻っていなければならない。そうしなければパジャマ姿と裸足で道端に立つ変な人になってしまう。今現在自分がどこにいるのかと東の空の色を確認するのは大切な作業だ。姿をくらませる目的以外には早く移動することに意味はない。だからひとまずは道幅ほどの大きさにまた戻り、道なりにゆっくりと海を目指すことにした。不意に見つけられてしまえば、相手に驚いてもらうしかないのだけれど、例えば向こう側から車が走ってきているのが見えたとして、僕は大きく飛び上がり、車をやり過ごす。別に僕は車に当たっても死にはしないし、車も僕に当たったところで、黒い粒をかき分けるようにして直進できるようなので、避けなくてもいい。避けるのは、びっくりした運転手が起こす事故を防ぐ意味があって、さらに言えば、人を驚かせる遊びには、随分前に飽きていた。今日も正面から来た車を、大きく飛び上がってやり過ごす。こんな体だけど、夜の風を感じる。遠くで鳴るかすかなサイレンの音も聞こえる。夜という時間が優しい。海岸にたどり着くと、今夜も海はきれいに月を反射させていた。ただし、今日は先客がいた。距離はあるけれど、二人肩を寄せ合って海岸に座っている人たちがいる。彼らも豊かな海を楽しみに来たのだろう。そんなところに化け物が来ては台無しだ。僕は残念に思いながらも、おとなしく海岸を離れることにした。心遣いのできる自分を、ほんの少し偉く思った。仕方がない。まず目的を果たそう。目的地までは、自転車で行けば家から10分ほど。この体なら走れば10秒とかからない。けれど、ますます急ぐ必要のなくなった僕は、関係のない人を驚かさないように、のんびりとそこに向かった。20分ほど時間を使って目的の場所にたどり着く。住宅地から離れ、自然に囲まれた場所にあるそこは、静まり返っていた。僕は文字通り背を伸ばし、塀の上から覗く。当然誰もいない。早速、自分の体が溶けるようなイメージを持って、塀の間にある小さな穴を通り抜け、校庭へと忍び込んだ。数時間前、風呂に入っている時だった。学校に行かなければ、だなんて思ったのは。気まぐれでも、いたずらをする気になったわけでも、
ましてや自分の通っている中学校が大好きなわけでもない。明日の時間割変更、ひいては宿題をロッカーの中に忘れてきてしまったからだ。黒い粒たちが集まって化け物の体を作り上げる。校舎を見ると中でちらりと光が見えた。警備員さんが巡回をしているのだろう。見つかって驚かさないようにしなくちゃいけない。少し体を小さくして大型犬のふりをし、校庭のできる限り端っこを歩く。まあそんなふりをしたところで近づかれでもすれば、裂けた口と8つの目、そして6つの足、加えて4本の尻尾が目撃者の心を脅かす。体全体の大きさを変えることや瞬間的に変形することはできても、基本的なこの姿は保つように規則付けされているらしい。誰によってかは知らないけど。2頭並んだ校舎のうち、校庭から見て奥の方までたどり着いたら壁に張り付き、屋上まで一気に登りきる。不要な音がしないよう金網を飛び越え静かに着地した。本当は途中にあった窓から速やかに侵入すればよかったのだけれど、寄り道をしてみたくなった。屋上に来たのは確か1年生の時、学校見学以来だ。妙な高揚感に浮かされながら、夜間でも十分に効く僕の目が端に落ちたタバコの吸い殻を見つけた。風とこの空間を支配した達成感を堪能し終え、屋上の入り口、重いドアの鍵穴から体を中に滑り込ませる。無音。いや、換気扇なのか何なのか、重い電子音のような低い音がする。真っ暗でもない。非常灯や月明かりで学校内は薄明るい。ただ、音があって光があっても、夜の学校というものははっきり言ってあまり気持ちのいいものではなかった。例えば人と鉢合わせたとして、驚くのはあちらの方だろうし、いざとなれば巨大化できるのだから、幽霊や何かが出たって負けはしないだろう。なのに、背中にヒヤリとした空気が張り付くような感覚がある。よし、さっさと目的を果たして外に出よう。校舎は5階建てで、僕が毎日通わなければならない3年生の教室は3階にある。ゆっくりと階段を降りていく途中、無音で体表をさわさわと動く黒い粒も何やら不安げだった。図書室や美術室のある4階をやり過ごす。窓から差し込む月の光に黒い体が照らされていた。今日は満月だ。僕の場合は毎日だけれど、満月の夜にしか変身しないモンスター、例えば狼男なんかがいたりしたら、生活リズムが崩れたりしないんだろうか。そんなどうでもいいことを考えながら3階にたどり着くと、ちょうど階段横のトイレから水の流れる音がして、僕は飛び上がりとっさに身を隠した。でもそれはただの自動洗浄だったらしく、こんな姿のくせに堂々としていられない自分はどうかと思った。一歩一歩教室に近づく。僕は2組、2つの教室の前を通る間、今や胸にあるのかもわからない心臓の血管が詰まるような気がした。短い時間だったのに変に長く感じた侵入劇の終わりも近い。2組の教室の後ろ、ドアの隙間から中に侵入する。教室に入ってみると、小さな耳鳴りがうるさく聞こえるほど静かで、まるで一つの違う世界に放り込まれた気になった。昨日の日直が雑だったから、机の列がガタガタだ。けど、そんなことに構ってやる義理もない。さっさと自分のロッカーを尻尾で開ける。整理整頓好きな昼の僕が
わざと少しだけ乱雑にした中身はいつ見ても嫌なものだ。数学の教科書、問題集、プリント、自由に操れる尻尾でそれらを絡めとる。そういえば、出るときは教室のドアを開けて先にこれらを外に出しておかなければならないのだ。隙間を通れるのは自分だけ。ということは、中庭に面した窓側と廊下側、どちらから出るのが手間が少ないだろうか。窓から下に落とすのは絶対にダメだ。なら、一度屋上に教科書類を置きに行って、後で改めて窓を閉めに来るのがいいのだろうか。面倒だな。考えてる時に頭を触る癖を手でなく尻尾でやりながら、僕は何気なく黒板の方へと振り返った。何知ってんの？僕しかいないと信じていた。目に映る教壇に手をついて立っていた彼女の姿。あまりに突然のことに息が詰まり、声は出なかった。その代わり、全身がそうけ立つ感覚と同時に、黒い粒が暴走した。粒は瞬く間に風になり、嵐になった。机をなぎ倒し、壁に貼られた時間割表を剥がす。机と床のぶつかる大きな音が重なる。粒は荒れ狂いながら教室全体を覆い、教壇と彼女にもその手を伸ばした。わっ！僕の心の嵐をようやく止めたのは、身を縮こまらせた彼女の悲鳴だった。粒たちは暴れるのをやめて、戸惑った様子を見せつつも、徐々に僕の体へと帰ってきた。戻ってきても、粒たちはいつもの状態を保ってはくれなかった。全身が大きく膨れ上がって、激しい鼓動のように波打つ。彼女は恐る恐るといった様子でこちらを見ていた。八つの目のうち二つと彼女の目が合う。なんで、一体どうしてこんな時間にここに。相手も僕の存在を疑問に思っただろうけれど、僕も相手の存在を疑問に思っていた。沈黙と見つめ合い、逃げ出すことを忘れたわけではなかった。ただ僕は心配したんだ。ロッカーをいじっているところを見られていなかったかどうか、そして僕の足元に落ちている教科書を見られていないかどうか、見られていたとしたらどうするべきなのか。均衡を破ったのは彼女だった。ビビ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 、びっくりした。まるで驚きが遅れて襲ってきたように、彼女は身を改めて震わせた。いや、彼女のことだ。とろすぎて驚きに置き去りにされていたのかもしれない。彼女は大きく肩を揺らし、辺りをキョロキョロと挙動不審に見回した。自分が今置かれた状況を確認している様子だった。僕はどうしていいかわからず見守る。それから彼女の頭が何を理解したのかは知らないけど、僕に向かって両手のひらを向けた。ちょっと待ってって。そう言って彼女は教室をそそくさと出て行った。前のドア開いてたのか。小さな後ろ姿を確認し、彼女がここにいる理由や行動の意味はともかく、ひとまず僕は慌てて教科書類を直してロッカーを閉めた。証拠を隠滅してから改めていろいろな考えが頭を巡った。どうしてこんな時間にあいつはここにいるのか、そしてどこに行ったのか、というかどうして化け物に普通に話しかけてるのか。全くわけがわからず、雑然とした想像を巡らしているうちに逃げればよかったのだけれど、彼女が警備員さんに捕まっていないかと心配になって待ってしまった。彼女は割とすぐに帰ってきた。にんまりとした笑顔で。ただいま。説明してきたからもう大丈夫。
説明？と声に出しかけてとっさに口をつぐんだ。自分の声がどう相手に聞こえるのかわからなかったからだ。もし普段の声がそのまま相手に聞こえるとしたら、僕だということに気づかれてしまうかもしれない。それは避けなければならなかった。そんな思惑があってうまく回避したはずだったのに、化け物になった時の声がどうなるのか、その問題の答えを僕と彼女はすぐに知ることになってしまった。それで何をしてるの？僕は答えない。あっちくんだよね。え？固く結んだはずの口から変な声が出た。出してしまった。汗をかくのかどうかもわからないけど、体中に冷や汗を感じた。収まりかけていた全身の脈動がまた大きくなる。どうして僕だと。後ろをちらりと見る。やっぱりロッカーを見られていたんだろうか。あ、やっぱあっちくんの声っぽい。彼女はわざとらしくポンと手を打つ。芝居がかっていて勘に触ると言われるその動作は、深夜でも化け物の前でも変わらない。僕は返事をしない。代わりにどうにかここで彼女の中の認識を変えられないだろうかと、うなり声を上げてみた。吠えられることは以前に野良犬を追い払った時に知っている。彼女が首をかしげたので、自らの予想は違っていたと考えてくれたのだと思った。お腹すいてるの？違った。彼女は聞き取りにくい変なところで区切る喋り方をしながら、とててっと足音を鳴らし、僕の目の前まで近づいてきて、こちらの顔を覗き込んできた。僕は体の巨大化を忘れて後ずさろうとし、背後の壁に突っかえる。どうしよう、今すぐ逃げるべきか。でもこのまま彼女を放っておいて、夜中に化け物の僕と会ったことを言いふらすようなことがあったら、誰も信じやしないにしても彼女と僕の距離が崩れてしまうことは良くない。動揺したことが彼女に伝わったのかもしれない。彼女はにんまりと何も考えてなさそうに笑った。ああ、でもあっちくんじゃないふりするなら言いふらしちゃうかも。いや、彼女の脅しに焦ってイラつき、つい声を普通に出してしまった。僕の声を聞けたことが嬉しいわけでもないだろうに、彼女はまた笑みを深める。大丈夫。何がだろう。誰にも言わないよ。信用できないし、その言葉の何が大丈夫なのかわからない。その代わり私がここにいるのも言わないでほしい。オッケー。彼女の提案に僕は少しばかり驚いた。交換条件。それは僕が彼女に持つ鈍くて空気が読めなくてバカで、そういうイメージとは少し違う持ちかけだったからだ。彼女の大きな目にじっと覗き込まれる。僕は負けた。考えた末、こくりとうなずいてしまった。どうなってしまうかわからない不安に身を委ねるよりは、相手の弱みも握って交換条件にしてしまった方がいいと思ったんだ。この姿を僕だと決めつけている彼女をそのまま野放しにするのはあまりにも危なっかしい。彼女は余計なことしか口にしないような人間だ。後から考えると、僕は以前から誰かに化け物になれる自分を知ってほしかった部分があったんじゃないかと思う。多分
自慢したいって理由で。覚悟を決めて、声が裏返らないように気をつけてから。わかった。と言うと、彼女はまたにんまりと笑った。よかった。とも言った。よかったのかどうなのか。そもそも彼女に見つからないのが一番良かったはずなのに。そうだ、そもそもどうしてこの子はこんな夜の学校に忍び込んでるんだ。聞こうかどうか迷っていると、先に妙なことを聞かれた。あっちーくん、それは着ぐるみ？彼女が腕を伸ばし、僕の前足に触ろうとしたからとっさに避けた。人から触られてどうなるかわからないから避けた。突然触ろうとするやつがあるだろうか。違う。ああ、そうだね、確かに。今のあっちくんは着ぐるみを着てる感じがしない。脅そうとして声にドスを聞かせていったのに、彼女はまるでひるむ様子がないどころか、また触ろうとしてきた。なんだこいつ、そんなんだから。それにさっきからあっちーくん、あっちーくんって、あっちーって君に呼ばれたことあったっけ。相手のペースに乗せられ普通に会話をしようとして、自分からあっちーであることを口にしてしまった。でも彼女は化け物が普通のクラスメートのように話しかけてくることなんてまるで気にならないみたいに、首をわざとらしく横に振った。ない、でもそう呼ばれてるよね。私は矢野さつきだけど覚えてる？名前で呼ぶ派？それともあだ名派？名字派。矢野さんはなんで教室に？遊びに。だけどこれはやりすぎだよ。なお、そう。返事も待たず、矢野さんは僕が倒した机たちを起こし、整頓し始めた。自分でやっておきながら見ているだけというわけにもいかないので、尻尾を使って一つずつ机を並べる。便利。という彼女の感想は流した。机を並べ終え、時間割表をもう一度貼り直してから、彼女は汗を拭くような動作をして僕を見た。お疲れ様。いや、班も委員会も部活も一緒になったことがない。それ以前にあんまり喋りたくもない女子との作業は、心地いい疲労感なんてくれはしなかった。矢野さんは今一度手を打つ。そういえば。なんだろうか。変なことを言い出す気がしていると、案外まともなことを言われた。さっき私のこと聞いてきたけどさ、着ぐるみじゃないなら、あっちくんがなんでそんな姿なのかの方がすごく気になる。どう答えるべきか分からず、適当なことを言えばいいかと思い口を開きかけると、突然聞き慣れた大きな音が教室中に鳴り響いた。僕は音に敏感なのかもしれない、びくりと身を縮こまらせる。知らなかった。チャイムというのは夜中でも鳴っているものなのか。周囲に家は少ないとはいえ、安眠妨害と言われたりはしないのだろうか。見ると矢野さんはまるで驚いた素振りがない。つまり彼女はこの侵入が初めてではなくて、チャイムが鳴ることを知っていたのだと考えたのだけど、そういうことじゃなかった。あ、夜休み終わりの時間だ。彼女がポケットから携帯を取り出し操作すると、
チャイムが止まった。なんでチャイムの音？今のは予令。チャイム鳴らさないと忘れちゃうから。夜休みがあと10分で終わり。夜休みってなんだ。おかしな行動におかしな言葉を持ち出す矢野さんに、僕が少し苛立ちを感じていると、それを黒い化け物の顔から押し量ることができないのか。彼女は僕に手のひらを見せてきた。じゃあこの話はまた明日。あ、明日？まさか明日学校でという意味で言っているんだろうか。それはなんというか、とてもダメだ。矢野さんと喋ったり、ましてや間違っても仲良く見えるような行動を取るなんてしちゃいけない。その矢野さん。大丈夫。お昼にってことじゃないの。明日もうちょっと早くまたここに来てよ。ここに？うん、ここに来れる？矢野さんは言わなかったけど、それは来なければみんなに行って回るという脅迫に思えたし、実際その事実を人質にする効果はてきめんだった。交換条件とは言っても、破られた時のダメージがはるかに大きいのは僕の方だ。僕は仕方なくうなずいた。化け物の姿になっているというのに、こんな小さな女子に命令されるだなんて、一体全体何がどうしたら急転直下にこんなことになる。矢野さんの嬉しそうな顔もなんだか歯がゆくなって、僕はそれ以上言葉を交わさずに、窓の方からわずかな隙間を抜けて外へ飛び出した。宿題を忘れたと気がついたのは、日が昇り人間の姿に戻ってからだった。夜の時間が台無しだ。